はい、どうも、こちら、ピンボケしてるレゴリです。今日はこれらをゲットしてきました。ポケットモンスターベストウィッシュ、いつの間に決めたシリーズ。というわけで、ミニパズル150ピース。入っておりまして、ニーフィアノです。で、こっちはニーフィアノシールをなんかゲットしました。あー、ごめんね。まあ、こんな感じです。かわいい。おー、これに飾れるんだ。まあいいや。今回はこちら。わあ、ごめん。こっちでいいし。まあいいや。このストップウォッチを使って何秒でこちらのニーフィアを作り上げられるか。目標はね、10分以内にはできるんじゃねえと思います。まあそんぐらい余裕ですよ。じゃあ開けてピースをバラッとやったら、ね、スタートというわけで。まあね。称号ですよ。称号が150ピースぐらいはね、さすがにできなきゃ恥ずかしいでしょ。まあ、10分以内できないとしても、せめて15分ですね。まあ僕の予想は、ああまあ、10分から15分ぐらいですね。まあそんぐらいいけますよ。はい。それで出します。ちょいちょい。ここになんかポケモン図鑑見るやつがあって、これは、はがきまで、か、完成まで保管してください。あー、ないものを、やれというわけで。あ、いや頑張る。じゃあ、開けます。わー、開きづらい。よし、開けました。じゃあ、これを、じゃらーってやって、スタートいきます。それじゃスタート、レッツゴー。はい、ザラ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 。じゃあ、行きますよ。はい、もう21秒とか経過しちゃってる。よし、よし。やばい、これは15分むずいぞ。じゃあ、早送り、ドン。多分、早送りしてると思う。はじ、はじ。待って、ピカチュウベストウィッシュ、ポケットモンスター。これらを揃えて、あー、むずい、むずい。あー、1分経過した。ちょっとね、これはね、小5ですよ。小5の本気を。5の本気です。5の本気、頑張れ。これね、一応あれします。なんか飾れるようにしたいです。文字、文字は完成させたい。ポケットモンスターですね。あれ、よいしょ。はい、というわけでできましたー。喉痛めちゃった。どうすか。で、一つ言いたいことがあります。15分無理でした。ごめんなさい。実は、しかもこれ、翌日です。意味わかるかな。昨日の結構遅い時間に撮りまして、まあ、それ作れませんよ、150ピース。で、まあ寝る時間になりまして。まあ、9時ですね。で、寝て。朝作りました！から、昨日の動画がなかったんですけど、ほんと申し訳ない。まあね、こちらが完成したということで、見ていきます。劇場版ポケットモンスターベストウィッシュですね。で、こっちには、ピカチュウと EV フレンズって書いてありまして、ここにマスターボール、ハイパーボール。
多分マスター、いや、はい、いや、マスターですね。 M って書いてあるから多分。ここニンフィアですね。ニンフィアがマスターボールで捕まってる。それほど貴重です。まあこれはね、ハガキと同じサイズでした。ほら、ぴったり。なんでこれね、額縁とかに入れて部屋に飾ろうかなと思っています。まあね、ニンフィア以外にもね、これ結構な種類あったんで、皆さんもぜひこちら見つけたら買ってみてください。だけどね、一つね、言いたいことあります。これポケットモンスターベストイッシュなんで、結構前ですよ。結構前なんでね、まあ買ってみてください。まあね、余ったピースはね、一つもあり、あれ、こんなでかいピース、あ、なんで、は、ふざけんな、どこのピースか。俺、俺、今日の動画面白かったかな。面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6歳で僕は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。